こんにちは。ネイチャーエンジニアの亀田です。今回はミノウスバという昆虫について、パートワンキシと一緒に紹介していきます。ミノウスバは、蝶木マダラガカというグループに属する昆虫です。その幼虫は写真のような姿をしています。マダラガの仲間の幼虫は、太短い姿のものが多いのですが、ミノウスバは、 特に寸胴な姿をしていて可愛らしいんですよね。この可愛らしい姿の幼虫には春から初夏に出会います。マサキやマユミなどの樹木の葉を食べるので、これらが多くある環境で出会いやすいです。ちなみにマダガーの仲間の幼虫は毒を持つものが多いのですが、このミノウスバの幼虫は無毒と言われています。このミノウスバの幼虫は初夏過ぎ頃までにサナギになり、 そのまま夏を起こして秋に浮かします。その姿がこちら。マダラガワカの仲間はシックでおしゃれな姿を持つものが多いグループですが、ミノウスバも例に漏れず、透明でおしゃれな羽を持ちます。また、ミノウスバの姿で特徴的なのが、ふわふわなオレンジ色の胴体。これらからミノウスバは、 美しさと可愛らしさが同居したような雰囲気を持つ虫なのです。ちなみに一般的かどうかはわからないのですが、ミノウスバはこのオレンジ色の姿からエビフライという愛称で呼ばれることもあります。そう思って見てみると確かにエビフライっぽく見えてきてより愛着が湧いてしまうのです。ミノウスバの成虫は晩秋に見られます。 この時期には見られる虫も少なくなってくる季節なので、ミノウスバは印象に残りやすい虫です。また、マダラガの仲間は中高生のものが多いですが、やはりミノウスバも中高生。そのため、昼間でも空を活発に飛び回っている姿を観察することができます。ガの仲間は夜行性のものが多く、活動している姿をなかなかゆっくりとは観察できないので、中高生のミノウスバは観察しやすくて、 ありがたいんですよね。ところで、幼虫は春から初夏、成虫は晩秋と、幼虫と成虫が見られる時期には半年くらいの差があります。このように、昆虫は幼虫と成虫の発生時期が仕事に大きく違う場合があるのも面白いです。例えば、秋に出会った成虫がいたとして、その幼虫を翌年の春に同じ場所で見かけたとします。そうすると、 秋の成虫たちが無事子孫を残したのかなと、なんだか感慨深い気持ちになるんですよね。このように、幼虫と成虫の組み合わせを発見していくのも、変態という能力を持つ昆虫ならではの面白い観察の仕方だと思います。ミノウスバは、成虫も幼虫もユニークで魅力的な姿の虫です。ミノウスバが食べるマユミなどは、 公園などにもよく植えられており、身近な場所で観察しやすい虫でもあります。もしこれらの植物があるようであれば、ぜひ身のスバを探してみてください。僕の開発したゲームアプリ、虫マスター3も配信中です。花畑や草村など、様々ままなフィールドで虫探しが体験できるので、よかったらぜひ遊んでみてください。 ャーエンジニア生き物チャンネルでは身近になれるいろいろな生き物たちの紹介をしていますもし参考になったと思ったらいいねチャンネル登録をよろしくお願いします